はい、こんにちは。エルアです。今日は私のおすすめのチェーンソーを一つ紹介したいと思います。ちょっともう散々使っちゃったんで汚いんですけど、これミルウォーキーの M12 シリーズ、これ18シリーズもあるんですけど、私は12のシリーズで、一応剪定用のチェーンソーっていう感じで売られてるみたいなんですけど、おもちゃっぽく見えるんですけど結構パワフルで、しかも簡単に女性でも使えるから私は結構おすすめ。本当はチェーンソーを探してた時にここの上にカバーがついてるやつを探してたんですね。でオンラインでポチッとね買おうと思ったんですけど、まあハードウェア のオンラインで見つけたのがこれだったんですね。出会いがこれ、大きさ的には多分私の手のひらが17センチなんですよ。中指からこの手のひら合わせてなんで、多分これ15センチなんですよね。でそんなに長くなくて、ここにボタンが反対側にもあるんですけど、これここを押しながらここのトリガーを引くとこんな感じですぐ回るんですよね。でこれ反対側も押しながらここを押すと回るので、右手の人でも左手の人でも使えるようになっています。それが結構私お気に入りの一つの場所かな。あとは左利きなんですけど、何かのものによって自分の感覚で、あ、これ右手で使うな、左手で使うなみたいな感じなんですね。だから私にとってはすごいいいツール。まあ他のちょっとチェーンソーとか使ったことないから、右利き用とか左利き用とか、なんかそういう風に作られてるのかちょっと全然わかんないんですけど、まあなんか一つはそこが気に入ってる場所で、ここに見えるかな、ランプがつくようになってるんですけど、これってインジケーターで、これ充電式用のチェーンソーなんですけど、どれくらい充電がバッテリーが残ってるかっていう残量がわかるようになってます。でなんか何人かの人とかは、まあ、このインジケーターがここの真ん中にあった方がいいみたいな感じで言ってる人もいるみたいなんですけど、なんか私的にはなんかここを毎回気にして切らないんですよね。なんかここじゃなくて木を集中しろって感じじゃないですか。だから私的にはそんなに気になる点ではない。切る前に押して、あとどのくらい残量が残ってるかなって確認するだけでいいんで、だから私的には特に気になるものではなくて、切れればいい。で毎回のこのフルチャージの中で、120本切れるようになってるらしいんですよ。でもただその120本って言ってもなんかどのくらいの太さ、まあ剪定用だから太い枝で考えてはないと思うんですけど、このフルチャージの中で120本切れるような感じではなってるみたいです。あといいところはこのギザギザ、これここ見えるかな、ギザギザがあるんですけど、このギザギザってその 丸い木のところに当ててこう動かして切れるようになって、支えみたいな感じだから、それがなんかそこも気に入ってるところで、ちょっと太い私は木とかも切っちゃうんで、こういう支えとかがあるのはすごい良かったです。で、まあ、ここのグリップなんですけど、グリップがまあどうなんだろう、太いのかな、もう分かんないんですけど、私手のひら17センチって言ったじゃないですか。でもこう回る程度、女性でも持てる程度、押しながらこれを切るんですけど、でもまあ、太いって言ってもここに支えるところがあるんで、滑ったこともないし、全然ここも問題になるような点ではないなっていう感じがします。
ただ一つだけ例えてを言うんであれば、このここにバッテリーがついてるんですよね、これなんですけど、ここがちょっと硬いんですよね。私の力だと、あの男の人だったら平気なのかな、まあ、こんな感じで、まあなんか慣れればすぐ取れるんですけど、なんかちょっとこうスムーズに取れないから、まあ、そこがちょっと最初苦戦したところかな。それ以外は私のこの作業状態で特に問題となってるところはない。お手入れもすごい簡単で、後でお手入れも見せますね。ちょうどあのもうだいぶ使ったのですごい気に入ってますこれで、ここに循環油入れるところがあって、まあ、ここにあの循環油を入れることで、ここのチェーンソーの周りがスムーズになるんですよね。ただこれ循環油入れすぎちゃうと、なんかあのすごいいっぱいオイルが出てきちゃって、でなんか滑っちゃって木が切れないんですよね。だからあんまり入れないで、この半分くらいまで入れて、全部フルに入れないで半分くらいまで入れてやるっていう感じがおすすめかな。あとなんだろうな、まああの木の切ってる感じは違う動画でお見せします。本当にパワフルなんですけど、もう手これ離したらもう止まるのですごく安全だから、本当に女の人でも簡単に使えるかなって思います。重さ的にはちょっと重いのかな、重いかもしれないんだけど、でも私これ使うまで運動とかも全然してなかったし、力はそこまである方じゃないと思うんですけど、持ってて、あなんかもう辛いなとか思うことはないんで、なんかすごい苦労して使ってるって感じではないと思います。あと私があのこれが好きな理由は、まあ、あと色も好きなんですけど、赤黒かっこいいじゃないですか。赤黒かっこいいんだけど、あとこの、 あのバッテリー、この M12 シリーズっていうのを、ここの会社の、他のツールもいろいろ M12 シリーズっていうのがついてるんですね。でそれに全部このバッテリーが対応してるので、だからそこも気に入らんですよね。これじゃないものでの M12 シリーズの何かを買った時に、もう私バッテリー持ってるんで、あとバッテリーのチャージャー充電器持ってるんで、なんかそれやってそのあの違うものも使えるので、そこも一つのお気に入りです。なのでもし、全然なんかミルウォーキーの宣伝でも何でもないんですけど、私のあの作業のお気に入りツールとして紹介させてもらいました。あのもし例えばその庭仕事とか、あとなんかどういうチェーンソーとか買っていいんだろうとか、なんか女の人とかでもお庭仕事とか好きでやりたいけど、でもなんかどんなもの、全然知識もないからどんなものがいいんだろうとか思ってる人とかがいれば、なんかこれ私おすすめしたいなって思います。お手入れもね本当に簡単なんですよ。私だから毎回使った後は、お手入れしてます。なのでもしよかったら一緒に使いましょう。これは本当に買ってよかったです。これはもういろいろ使いたくて、で今この後ろのガーデニングのパレット使ってフェンス作ってるんですけど、パレットを一部崩して作っていきたいんですけど、釘があって、で最初手で手作業でやってたんですけど、手作業でやるとあのもう手痛いんですよね、板と釘外す時に。だからこの M12 シリーズでブレードがそのメタルを切ったりできるような刃物が売ってるみたいで、それをつけると釘も切れるから、わざわざなんかあのドライバーと
あとトンカチでこうやってなんか板外して、ね、あの釘も外してやる必要もないんで、それ待ってるんですけど、アマゾンで頼んだのにシッピングが遅れてて、なんかもう全然来ないんですよね。ちょっと失敗したなって思って、だからここの、あのフェンスの作業を滞ってます。早くちょっと作りたいんですけど、そうだから多分ミルウォーキーのその M12 シリーズで私はなんかいろいろ揃えようかなと思います。あと一つ忘れた言うの、これあのこれここについてるんですけど、これこうやって外して、ここの蓋外せるんですけど、ここからあの外してお手入れができるようになってます。で ここのネジ、このネジもあのこのチェーンが緩んでる時にここ締めるときつくなって、あの調整できるようになってます。これねツールがなんかここになんていうのセットでついてる、つけれてるっていうのも、これも私の一つの魅力でした。なんか便利ですよね、なくさないじゃないですか。でもここなんか黒いカバーあったのに、私なんか大事にしすぎてなんか土地のこのどっかに落っことしちゃったみたいで、夢中になってこう注意を払っていなかったから、あのどこに置いたか分かんなくなっちゃって、今カバーなしなんですよ。本当はカバーもついてて本当に素晴らしい道具です。私本当よくなくすんですよね。なくすし忘れ物多いし何なのって感じなんですけど、とりあえずまあ見つかることを祈りながら作業をいつもしてます。まあそんな感じでこれのお手入れの仕方を見せたいと思います。私なんかさっきからなんかずっとこっち見てるんだけど、レンズこっちだった、目線ちょっと外れてたらすいません、ちょっとカメラ慣れてないんで、はあ、まあそんな感じで、はあ、今日はいい天気、ガーデニングの様子とちょっとお手入れと、あとチェーンソーを使って少しあの木切ったりして、あの今日は作業します。はい、帰ってきたんですけど、ちょっと外がうるさくて、あの家の中にいます。相変わらずニワトリちゃんも泣いてるし、でお手入れをしていくんですけど、ちょっとどうかな、暗いんですけどちょっとやってきますね。はい、じゃあこれを取って反対側にします。オブ今遊んでるね、オブ見てんだよね。こんな感じで、やっぱさ外じゃないとさ暗いんだよね、まあ、こんな感じで測って撮ります。よし、でこんな感じで撮れるので、本当に簡単、こうやってブラシで簡単に取り除いたら油っぽいのでこんな感じで拭き取ります。で拭き取ったら、私はこういうウェットタオルでこうやって拭いちゃいます。あ、ボブちょっと気をつけて、危ないよ、いかないよ、こうなるから中ではやりたくなかったんですけど、ねえオブやめて、あ、ダメ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 、ちょ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 、で、これも
こんな感じで折ります。で、ここの楕円形のところがこの潤滑油が、ここにから出てくる場所だから、さっきも言ったようにここが全部フルだとここからすごくわーってオイルが出ちゃうので滑っていかないです、切れないんですよね。入れすぎには注意。こんな感じで簡単なんですよね。こうやって私はオイルを取り除きながらダストも取ってきます。これをね、毎回このチェーンソーきれいにしてる人いるのかな。てかそれが基本だったり。こんな感じでボディは終わり。この蓋もこんな感じで取ってきます。簡単でしょ？めちゃくちゃ簡単なんですよ。でも結構ベタついてんな。でざっと拭いて、もっと丁寧にやりたいんだけどオブリンがいるので、でここもこんな感じで私は取ってきます。ここはね結構丁寧にやるかも。なんかここが詰まってるとなんかスムーズにいかないような気がする。まあもちろん刃もダメになっちゃうとあれなんですけど、なんかねこう樹木の液っていうんですかね、なんかそれがここについてくるとなんかだんだんなんかギシギシしてくるんですよね。やってる人とかじゃないとわかんないかな。まあでもね、それはなんかミネラルのなんか樹木落とし用みたいな、なんかオイルっていうのかな、なんか液体みたいなやつが売ってるんですよね。だからそれにつけておくとなんかそういう樹木液の、ベタベタしてるやつとかも取れて、ここのチェーンの動きもスムーズになってくれる万能なやつがあるんですよね。でそれを使ったりしてます。毎回は使ってないですけどね、なんかぎしついてきた時に使います。こんな感じ。はい、じゃあ外が少し音落ち着いたので外に来ました。じゃあそんな感じでつけてきます。本当に簡単。これここに通して、ここがこっち側に進むと
こが硬くなってくるんで、でこんな感じでやったらカバーをつけて、このネジを止めるだけ。充電をするので、これを取って充電器に挿して終了。これをやって、はい、これね、これを挿して、ここが今赤いので、これがこっちに緑になったらフルチャージ、これで完了です。簡単でしょ。そうなんで、もし気になった方は一緒のもの使ってみてください。じゃあねー。